今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は京都駅前イオンモールのフードコートにある銀だこさん。銀だこさん久しぶりに食べましたね。これで8個入り600円ぐらいするんですね。590円か。結構高かったんですね。もう1個100円近くするんじゃないですか。8、8×60、80円、77、7×56だから1個75円とかですよね。なんか10個100円ぐらいのイメージがあったんですけども、たこ焼きっていやなかなかの値段ですで、食べてみましたよ。これね、外、まあ、よく言われるあの揚げ焼きみたいなことで、外カリカリ中ふわふわということなんですけども、これ外ほんまにガリガリでパリッパリなんですが、中身のふわふわ度合いがというか、もう中身あんまりふわっていうのが入ってなくて、もうほぼほぼガリガリだけなんです、やったんですよね。ちょっとこれ時間経ってんのかな。もっとね、普通東京の銀だこで食べた時、まあ一応外はカリッとしてるんですけど、中トロってまだしてたはずなんですけど、これ中がもう何ちゅうんやろ、もうガリガリってなって、だからまあ要するにね、銀だこってこんなんやったっけっていう、今まで食べた銀だこの中で正直言いますけど一番美味しくなかったんですよね。これなんやろ、時間が経ちすぎてるのかな。でもまあマニュアルがあるからあんまり時間経ってるやつはあれだと思うんですけど、外ガリガリで中ふわふわじゃないんですよね。いやちょっとびっくりいたしました。ちょっとね、あの店の方には申し訳ないんですけども、本当にこれで合っているのか、これで大丈夫なのか、銀だこさん大丈夫なのかと心配に、逆に心配になっていたんですけれども、ちょっとね、あのこれが銀だこさんの本当の正解だとしたら、これはちょっとだいぶ品質が、僕が覚えている15年ぐらい前に食べたんと全然違うので、ちょっとびっくりなんですが、また東京で食べてみようかなと思っております。まあ何かやっぱり違うんでしょうかね。まあそんな、すいません、そんなイメージでございました。フードコートってやっぱり、まあラーメンもそうやったんですけど、フードコートで作る限界みたいなのがあるんでしょうかね。まあちょっと、消費者のわがままなのかも、知れませんので、ちょっとね、忖度なくサクッと言ってしまうチャンネルなんで申し訳ありません。まあ弱小チャンネルなので、さほど影響はないとは思いますが、ということですいません、銀だこさんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。